平野の仕様、しゃべくり007で無双。天然ぶりが加速、笑いすぎて苦しい瞬間。人気ジャニーズグループ、キングプリンスのメンバーである平野仕様さんが、2021年7月5日に放送された、しゃべくり007、日本テレビ系にゲストとして登場し、その天然ぶりが再び話題となりました。 放送内容には平野さんらしいユニークなエピソードが盛りだくさんで視聴者から大きな反響が寄せられました。平野ワールド前回平野潮さんといえばその明るく魅力的なキャラクターで多くのファンから愛されています。彼の魅力の一つはその天然ぶりであり、この日のしゃべくり007でもその一面が存分に発揮されました。 番組内では、平野さんがカンペ読みについて不安を吐ろしました。実際に練習をしている最中にも話しかけられてしまい、予期せぬ返答や声に出して読むべきでない箇所を読んでしまうなど、笑いを誘う場面が次々と登場しました。彼の派手な天然ぶりに、共演者や視聴者からは笑いが絶えませんでした。 24時間テレビメインパーソナリティ、また平野志陽さんは24時間テレビでメインパーソナリティを務めることが発表されその役割についても話題となりました。今年の24時間テレビではドラマスペシャル生徒が人生をやり直せる学校に出演し教師役に初挑戦します。 このドラマは低変更を舞台に生徒たちの問題に向き合う姿を描いており、その演技に注目が集まっています。怪奇現象との共存、一方平野さんは自宅で起こるという怪奇現象についても語りました。耳元で叫ばれたり、足音が周囲を駆け巡ったり、掃除機が自動で動くといった出来事が頻繁にあるといいます。 その代用策として、家賃払ってよ。と言って注意していると告白しました。このエピソードに対しても、共演者からは驚きの声が上がり、笑いが巻き起こりました。視聴者からの反応平野志陽さんの天然ぶりに対する視聴者からの反応は非常に熱狂的でした。SNS 上には彼のユニークな言動についてのコメントが多数寄せられ、その一部をご紹介します。 面白すぎて夜中に大爆笑。疲れが飛んだわ。天然ってトゲがなくていいな。最高に笑顔になる。本当に面白いし可愛らしいお方 W、W、平野くんのおかげで腹筋割れそうだわ W、平野くんの天然の破壊力えぐくて笑いすぎて苦しい。ただのバカとかじゃなくてマジで頭の回転早い天然で天才すぎ。 これらのコメントからもわかるように、平野紫耀さんの魅力は、その天然ぶりだけでなく、笑顔や明るいキャラクターにも支えられています。彼のファンからの熱いサポートが続いていることが伺えます。結論平野紫耀さんの喋り007出演は彼の天然ぶりが存分に楽しめる場面となり視聴者から多くの笑顔を生み出しました。また、 彼の24時間テレビでの新たな挑戦にも期待が寄せられており、今後の彼の活躍に注目が集まっています。彼の明るいキャラクターやユニークな言動は多くの人々に笑顔と元気を届け続けています。